今日は2013年12月5日です。朝日新聞の一面には秘密保護法が今日にも強行採決されるかもしれないということで批判の声が、この朝日新聞にはほとんどですよね。で、この一面にあります異議あり、秘密保護法というので、北朝鮮の拉致被害者家族連絡会をやっている蓮池徹さんですね、弟さんが拉致されて今日本に帰って生活していますけど、その人がやはり反対の立場で、意見を出してますね。おはようございます。いやだから普段はチェック保存されてるところが消えてしまった時にどうするかって話なの。だから入れてたはずのパスワードは全部消えてる状況があるのよ、あらゆるところのサイトのね。まあ普段はされるのね。彼が言うにはですね、拉致被害者の家族には政府の機関から、丁寧な状況説明があるというふうに思うかもしれないけども、実際には政府は被害者に対してもどういう状況なのか、捜査上や外交上の秘密を理由にして説明をしないというんですね。2002年に小泉純一郎が電撃訪朝したのはどうやって実現したのか、そして、被害者8人がもう死んでるというふうに北朝鮮が言うのをそのまま受け入れて日朝平和宣言の署名を急いだ、こういう本来であれば被害者には拉致被害者当時少なくとも当事者本来は国民全体にちゃんと詳しく説明しなければいけないようなことに対してですね、すごいね、えらい勉強してんだ。おい、頑張りましょう、たくさん勉強してみましょう。彼はですね、この拉致問題が発覚して結局北朝鮮叩きの世論形成を作ったというんですね。今のこの秘密保護法なんかやった場合には世論を一つの方向に国家権力が持っていくことに、そういう可能性が高いんだろう、私もそう思いますよね。ということで今日は約束という歌です。この歌は逸話真由美ですね。逸話真由美作詞作曲で1979年にこの曲だけ10年飛んで、これ順番にこれ並んでる、ずっと順番に並んできてるんじゃないのかな、そうでもないのか、突然10年今までの歌に比べて10年ぐらい後の歌で、10年を過ぎるとだいぶ様子が変わってます。難しいです、はっきり言って。この歌私は知りませんでした。で昨日 YouTube でこの曲を聴いて楽譜を見て練習したんだけど、これ一晩でやれる歌ではないですね。16分音符がたくさん並んでまして、それが長い音とつながってて、いわゆるシンコペーションというのが不規則にずっとある。それで言葉1個がこの16分音符に1個ずつ当てはまってるわけではなくて、点々バラバラに並んでるんで、とても難しいんですが、一応やってこんな歌なのかなと分かってもらえる範囲ぐらいでやってみましょう。
何を信じたわけもなく、私はあなたを愛したのよ。だから今さら別れ際責めるなどないな。男と女に定められたら終わった。笑って交わすグラス、さらりと飲み干す涙の酒は濁って人の味わず、優しい高級な歌だと思いますね。今日は振り返しておきます。